はい、おはようございます。梅子です。今日月曜日の朝です。結構月曜日にしてはよく寝たからか、体がすっきりしております。私来週の木金ぐらいで引っ越しするんです。5年間住んだこのマンションからすごく広く見えるやろ。はい、その過去ちょっと撮ってみたんですけど、このリビング大好きだったんですけどね。はい、ちょっと新しいお家に引っ越します。肌めっちゃ生き返ったくない？つるんとしてるんよ。すごい。ピーリングの2日目、3日目とかは、結構肌ボロボロだったの。で、なんかちょっと顔色とかもやっぱ悪かったんけど、めっちゃ綺麗になった。あら、ワントーン明るくなってるんやけど、お分かりいただけるでしょうか？私はわかる。めっちゃ綺麗。もう髪の毛もさ、年齢を重ねるとすごいパサパサになってくるの。髪質が本当に変わってくるんやけど、なんかよくわかんないけど、体調とかによって髪の質がめっちゃパサパサになったりとかするんやんか。で、もうその時はめっちゃもう美容院行ってきたろかなって思うんやけど、今はね、すごいプリプリしてていい感じですね。まあ午前中だけかな。朝だけかな、もう。元気なん、髪の毛。私なんかこう、私の夏のパジャマ、USJ で買った T シャツ着てますね。かわいいパジャマ着たい。かわいいパジャマ買おうかな。なんか私、引っ越し直前やから、なんか本当に余計なもの買うのマジで控えてて、ついついスキンケア用品とか買っちゃうんやけど、Twitter とかでバズってたら。もうキュレル使ってますね。なんかね、マイルドなんで。で、ビタミン C ね。やっぱ朝はね、やっぱビタミン C なのかなっていう私の 結論なんやけど。でもこれね、アイハーブで買ったビタミン C の美容液セラムがあって、安かったんだよね。これやったけど、1000円ぐらい。結構たっぷり。こんぐらい、朝しっかり。でもちょっとね、ピリピリするよね。ちょっと匂いが独特？肌綺麗になった。セルフピーリング、なかなかありやな。マジで私からすると、ポテンツは5万8万とかかけてられへんからっていう。もっとお金持ちになってね、バンバンお金かけたいと思います。じゃ、早くお金持ちにならんと間に合わないんですけどみたいな。もう40なんですけどみたいな。はい、ちょっと見つけてしまいました。これ、クッキーのこぼれかすですね。私最近さ、朝めっちゃ早く起きちゃって、睡眠薬もらいに行ってる精神科の先生に、朝早くめっちゃ目覚めてしまうんですよって言ったら、まあカレーですねって言われたから、 カレーかよみたいな。昨日も朝早く5時ぐらいに起きちゃって、ずーっと朝からなんかテレビ見て 最近ほんとよくやってしまうのが、朝早く起きてこういうクッキー食べちゃうよ。これおからクッキーなんやけど、もう記憶なくて、でもう一回寝るんやんか。そうで、もう一回起きてきたら、あれ？食べかす落ちてるみたいな。クッキー落ちてるみたいな。クッキー落ちてるんですよ、私の家。キッチン、キッチン。あ、冷蔵庫見ます？別に、今の冷蔵庫どんな感じ？今日ちょっとね、ナスとひき肉炒めようかなと思って、ほうれん草のおひたしとか作ろうかなと思ってます。鶏むね肉をね、昨日の夜から味付けしてますね。これちょっと帰ったら揚げようかなと思ってます。来週引っ越しやからさ、もうほぼ捨てるわけよ、やっぱこういうのとかは。調味料とかもなるべくなくそうと思って。で、これが味噌使わなと思って、自分で作った甜麺醤。そう、調味料から作りますから。甜麺醤はなんか、味噌と砂糖と醤油と酒とみたいなんで作るんやけど、見て、私の部屋めっちゃ片付いてるくらい。過去のね、私の部屋を知ってる人はね、めっちゃ片付いてるやんってなると思う。あとはね、クローゼットとかもだいぶ捨てたんやけど、まあ一応収まる程度になりましたと。はい、このノートパソコン使ってないやつに2台あるんやけど、捨てるのを申し込まなあかんやんか、これ。だから置いてるの。マックなんやけど、今マック使ってないよな。マジでこのいいパソコン買って使わなくなるのやめてって感じじゃないけど、Mac ちょっと使いにくいねんな。なんせもう Windows 歴15年以上ありますからみたいな。まあちょっとこんな感じで部屋は徐々に片付いております。
まずはね、日焼け止めですね。そう、日焼け止めもさ、なんかいっぱいあるよね。本当に物が多いから。ちょっとこの日焼け止めを使い切るまでは、新しい日焼け止めに浮気しないっていうことを目標に使っていきたいと思います。日焼け止めしっかり塗ろう。特にピーリングしてるからな。結構ね、この年になるとね、コンシーラー大事さ分かってきました。やっぱさ、右と左だったら、こっちの方がさ、クマができてるやん、私。だから最近はね、こっち、特に念入りにクマ隠してますね。もう若い頃はコンシーラー使ってなかったもん。肌にさ、その色ムラとかがなければコンシーラーなんていらんわけやん。もうノーファンで肌がいいわ。さすがにちょっとね、40でノーファンではね、きついて。でも化粧は、ある程度はちょっとね、した方が、私的にはきちんと感が出るんでね、どうしてもね。最近ハマってるのが、これ。これがいいわけじゃないんやけど、前使ってたやつがなくなって、なんかこれさ、まっすぐこうへんくて、こうやって、さってやったら、こう当たりに行くっていうか、そういう使い方してんねんけど、今。ちょっとこれ早くちょっと買い替えたいですね。なんかさ、最近さ、このあたりがボサボサなのがさ、流行ってるやん。眉頭の毛を毛並みを立たせるみたいなのが流行ってるから、ここをなんか綺麗にしたらやっぱなんかちゃんと見えるっていうか、おしゃれに見えるっていうか、なんか私がやるとなんか違うなっていう。でもちょっと色を変えるとええ感じになります。あとはあれですね、パウダーで固めていきますね。最近始めた手法やからぜひちょっとやってみてほしいんだけど、ポン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 ってやって、結構こんぐらいつけて、ちょっと手の甲で置いて、こうやってこう、こうしたら本当に崩れないっていうか、で濃くもないっていうか、スポンジでなんかつけるからあんまいっぱい使うしみたいな。私はいっぱいつけたいんですけどね。やっぱパウダーとかもちょっと多いですよってなんか言われてたような気もするし。でもこのつけ方するとデメリットは、パウダーなくなるのめっちゃ早いから。そうマジで。ケイト優秀やわ、なんか安いのに。でもさ、なんか街歩いてたら、何そんな肌綺麗なみたいな、なんかすっごいツヤっとなんか光り輝いてる人おらん。なんかあれどうやったらあの肌になるのみたいな。月一韓国みたいな本当に。行くとしたら何だった、土日プラス1日くっつけて2泊3日とかしんどいって、月曜日から仕事やのに。でもやっぱ強者とかはさ、日帰りとか一泊とかで行くやん。でも失敗はちょっと嫌やな。フライト時間は1時間とか1時間半ぐらいかなって着くかもしれんけど、飛行機乗るまでが何時間もかかるやん。そう考えると、でも最近、まあ、台湾行ったんよ。4月の中旬ぐらいに行ってんけど、めっちゃ効率化されてた。ほぼ人と喋ってないみたいな。なんかいちいちこう受け答えせなあかんかったけど、もしなんかコロナで急になんかやっぱシステム化進んだよね。今日はね、リエンダのロイヤルブラウンでアイメイクしたいと思います。月曜日は無難に行かせていただきます。痛い、下手くそだな。私が松葉いかん理由は、昔はそのエクステとかつけとったんよ。エクステやっぱつけすぎてどんどんエスカレートしていって、なんか会社でなんかちょっとあのまつげバサバサの子ねみたいな感じで、ギャルっぽい子ねって感じで噂になったっていうか。確かに、でも今見たら、あ、ちょっとつけすぎやし、目立つし、なんか顔のバランスが良くないというか。でもあの時は目とかそれで整形してなくて、だから目を大きくしよう、大きく見せようみたいな、まつエクとかカラコンとかもすごい手放せないみたいな感じだったけど、それに比べたらアイメイクがちょっと薄くなって、これでいいかなって思えるようになったのはいいかもしれない。いいことですね。つい最近右目だけ埋没してんけど、すごい右目の埋没は好評でした何この拍手はい、ありがとうございます。こう視聴者で私のなんか整形で大成功でしたねって、失敗でしたねとかも、そういう声も全然あると思うんやけど、そういう風に他人が整形して綺麗になることを喜んであげられるとか、素晴らしい感情じゃない。私あったからみたいななかなかない感情やん。あとは黄色、最近ハマってるわ私マジで。黄色いいんだよ、くすみがね取れる。唇の色とかちょっとくすんでんねんけど、めっちゃ黄色になるんやけど、はい、
こんな感じで今日は行きたいと思います。最近本当に私元気になってきた。どんどんやっぱ動画も撮りたいなっていう気持ちもまた高まってきたし、はい、これからもよろしくお願いします。準備してな。最近買ったロンシャンの方はね、とうとう私もロンシャンに手を出してしまいました。みんな持ってるから私いいかなと思ってねんけど、普通に可愛い普通に使いやすい。私最近さ、抗不安薬を飲んでるんよ。お守り、2日に1回くらい飲んでます。メイラックスっていう抗不安薬やねんけど、飲んでいきます。よし、準備できた。はい、ちょっとかっこいい系になって、はい、行ってきます。バイバイ。